中日の選手を30秒で紹介してみた。根尾昂は2018年にドラフト1位で中日に入団した選手です。高い身体能力と真面目な性格で知られる根尾選手ですが、仲のいい選手がいるそうです。その選手は木下拓哉選手。お互いネッチノッチと呼び合う仲とのこと。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。